作っています。全員様一人も欠けずにですね、無事に生きることを願っていきたいと思います。では今日はもうこのプラハの中心部には入らず、旧市街細いですね、石畳の道が続いておりますが、その石畳の中を一緒に歩きながら、見学いただき、そしてグラッシュスラボ、同時に7人の子供というのを育て上げました。大変有名な大和なでしこ三つ子というのは、地方の方でもですね、有名になっています。40年いかない、39年ぐらいにと V の間には鉄道が引かれています。種類はビール、それから赤ワイン、白ワイン、そしてシャンパンと、そしてジュース類、コーラ、ファンタ、スプライト。まもなくこの鎖橋の下をですね、通過いたしますね。先ほどは一番最初はこの鎖橋の上を先ほどバスが通過したんですけれども、また下から見る角度、上から見る角度に
ましてこのブダ地区とペスト地区を結ぶ橋の中では3番目に新しい橋となっています。今はシンプルな白いケーブルの吊り橋になるんですけれども、かつては同じ場所にありましたチューのですね吊り橋だったところです。シンプルにやっぱり新しい感じを受けるんじゃないでしょうかね。13世紀の教会そしてこの右側の方には温泉が、ね、あることでも分かりますね。そしてその麓にあるのがグリルト温泉、1914年から11年ですね。
城の方がここから綺麗に角からですね、お城は来ると綺麗に見られているんですけれども、こちらブラチスラバ城ですね。でそしてこの少しもう少し上がってきたところ見られてるほんと最高、下の車芸なもんやな。